ここに清武少し左下がりながら受けながらという、おお山岸いいディフェンスからボールを奪います。さあサロモンソン、サロモンソンからボール、山岸戦では VAR で悔しい思いをした山岸が決めまして、先制は1対0です。まあ、初めてここサロモンソンがよりこう高さを出せたなってところと、まあ、ここディフェンスラインが下がった中でいわゆるこのディフェンスの前のところでこう空いたスペースをうまく使ったなってところと、うん、まあ、これはしっかりこう面を作りながらボレーで吹かさないようにすること、で逆サイド流すところ、山岸のこのうまさだと思いますけども、このサロモンソンのボールの質で選んだところもすごく良かったなと思いますよね。はい、ディフェンスからするとやっぱキーパーとディフェンスの間のところを狙ってくるかなと思うので、う少しこう体重移動が後ろになるので、あの前のところはちょっと空き気味になるところをうまく ついたなって感じしますね。あれサロモンソンもあの質をしっかりこう意図してセットプレー含めて注目どころが多い試合になる。不安は山岸、さあこれ田辺だ、山岸追い越す動き、田辺、山岸からおっとキム・ジンヒョン先に触っています。いや今も崩し流れが、山岸も強さはありますが、これはただセレッソに出る山岸、いやディフェンスでも頑張っている山岸、ただこれはあの割ります。いや素晴らしいですね、90分以上走ってますからね、そういうことになりますよね、はい。